こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのはこちらの製品ですね。健康の木製学物のスタンダードコスモスをご紹介いたします。コスモスには今手にしておりますようにブラックのデザインのものと、そしてナチュラルというこの木目の色合いを生かしたデザインのもの、2タイプが存在しておりまして、ブラックにはマットシガブラック、そしてナチュラルにはマットシガホワイトのものが入っています。ということでね、これどちらももともと入っている日本の写真といいますか、ポスターといいますかは絵画調のものが入っている通りで、ね、絵を入れて飾っても良さそうなイメージのデザインというものです。これこうしてみると反射をしているのがわかるかと思いますが、前面には透明板が入っておりまして、これはガラスを採用しています。アクリルを採用しているものとガラスを採用しているものに分かれるわけですが、このコスモスに関してはサイズが小さいものに関してはガラスを採用、これは透明度を優先してということなんですが、サイズが大きいもの、サイズが大きな半切と全紙、そして A3 版に関しては前のこの透明板をアクリルにして作品を入れたまま輸送するときも破損がしないということを考えて、このサイズによって透明板を使い分けているというものなんですね。このブラックのもの、よくご覧いただくとブラックなんですが、マットのところですね、黒いところに白い縁取りがあります。これは V カットという手法を使ってまして、このマットの面を45度斜めにカットすることで白い面を、切断面を見せてるんですね。そういったことで作品とこのマットの部分の区分けをつけてるといったものです。このコスモスは健康の木製学のスタンダードモデルということで、ベーシックモデルのガーデンにはない工夫というところがありまして、デザイン的なところですね、ここに筋彫りを入れているわけです。ナチュラルとブラックということでこういったデザインを入れているわけですが、あともう一つベーシックモデルのニューガーデンとの違いはカラーリングですね。ニューガーデンの場合はブラウンとナチュラルという2カラーなんですが、こちらのコスモスではブラックとナチュラルという2カラーです。ブラックで木製額というのを選ぼうとすると、このコスモスというのがおすすめなんですね。このコスモスのサイズバリエーションについてご紹介いたします。こちらにあります 2L が一番小さなサイズバリエーションになりまして、 2L、むつ切り、ワイドむつ切り、四つ切り、ワイド四つ切りといったバリエーションに、さらに大きな半切と全紙、ここまで7つのサイズがいわゆる写真紙、プリントの時のサイズのバリエーションです。そしてインクジェット紙などで作品を出力される方のために A3 と A4 といったサイズバリエーションも用意しています。今こちらにあるのが A4 サイズ、こちらにあるのが 2L サイズということで、実際の紙のサイズよりも周りに額がありまして、さらに周りがマットがありますから、作品をより大きく引き立たせて見せるということができますね。今日はこの 2L 版の背面をご覧いただきながらご説明したいわけですが、 2L 版だけこのようなスタンドが付属しています。他のサイズに関しましてはこのスタンドが付属してなくって、釣り紐で下げて使うといったスタイルですね。そして留め具がこのようにプラスチック製の留め具が4箇所あります。これサイズによって留め具の数が違いまして、 A4 サイズの場合は一辺あたり2つということになるわけですが、 2L サイズでは一辺あたり1つずつということで、この留め具をこのように90度倒すことで裏の留め板が外れます。こういった形ですね。そしてこれは作品の代わりに最初ダミーで入っているポスターですが、これを外すとマットとガラスの板という具合、透明板という具合で内部構造になっているというものです。
では実際に 2L のプリントを入れてみた例ですが、これ、作業する人によって多少ね、止め方違ったりしますけども、この人の場合はマットに対して4箇所、このように、これはマスキングテープで止めてますね。これ、ベタッと4辺貼ってしまうと、逆にシワが出たりということがありますから、こうして少ない箇所で押さえる。ただ剥がれてしまったら困るので、剥がれないように固定するといったことが大切です。マットとプリントを固定するという形ですので、これで裏の板を押さえることで、前のこのマットが額に当たってますからずれずにずっと飾っておくことができるということです。実際はこうした形で背面の板を入れて、そして4辺の留め具を入れていきます。これで完成です。壁面に吊るす場合は、ここにある吊り具を使って、付属の吊り紐を使って壁の吊り金具に下げて飾るといった方法で飾ります。このように紐を吊り金具に通して、D 型のタイプの吊り金具で、ここに D 型というかお結び型といいますかね、こうやって通して、そして紐を結んで吊るといった形なんですけども、結び目が真ん中に来ないようにずらして固定するということですね。こういった形で紐を結んで、吊るすときはここで吊るすという形で吊るしていきます。今日は健康の木星額縁、コスモスをご紹介いたしました。木目調のカラーでナチュラルに作品を引き立てるナチュラルのカラーのものですね。こちらはマット紙は白です。そしてブラックにシックに決められるブラックカラーのものということで2タイプのカラーがあります。作品によってこの額をどうしようかと悩むのもね、なかなか楽しいものかと思います。ぜひ健康のこのコスモスチェックしてみてください。